こら、真昼、朝ごはんはちゃんと家で食べてきなさい。え、あれ、なんだろうこのパン。え、何その反応。お前が家から持ってきたんだろ。違いますよ、これ8枚切りでしょ。僕4枚切り派なので。パン派ご飯派は聞いたことあるけど、食パンの厚さにも派閥があるんだな。それにメガネはどうしたんだ。コンタクトにしたのか。え、あれ、メガネがない。それも今気づいたのかよ。お前の五感今日不調だな。通りで大文字先生がイケメンに見えると思った。あらやだ、どういう意味。学校来るまでに何かあったのか。そういえば、曲がり角でパンを加えた女の子とぶつかりました。遅刻遅刻。その時に僕のメガネとその子のパンが宙を舞い。ちょっと、どこ見てんのよ。ごめんなさい、入れ替わったのかも。ちゃんと前見て。あ、いけない。